さあ、行くわよ。かつて大きな争いがあり、世界は七つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。戦いに不慣れな貴様には我が輩がアドバイスをしてやろう。まずは基本中の基本、敵との位置取りだ。さあ、敵に近づいてみるがいい。いにしえの大戦争、暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい。久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく、元気そうね。まあな。あ、そうそう、これ、みんなからのお土産。オレンカに留学して、もう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワール鍋だ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。
の大聖堂、一度見てみたかったのよね。龍が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ、古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要は、もう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっと、やめなさいよ。もう、相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ、相変わらずの学級委員長っぷりだな。え、よし、じゃあ寄り道はここまでにして、俺の下宿へ行くぞ。え、あ、ちょっと、待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が主席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。1年間お前も鍛えてたってことか。二人とも本気になってきたようだな。よし、最後はテンションについてだ。敵を攻撃したり、敵の攻撃を受けたりすると、テンションが溜まっていくぞ。テンションがどれだけ溜まってるかは、画面の左下のゲージで一躍両断だな。さあ、お互いに本気で戦って、テンションを溜めるのだ。もな。うんうん、二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。
ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え、あー、いい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今ジャイワールって言った？ああ。争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールとオレンカは友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は街の人たちを守るんだ。そうね。大体片付いたな。へえ、ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。
けな。次はモンゴとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け！あいつ、セザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて、何があったっていうの？お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ？少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。
いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところで、そなたらは何者か。はい、俺。じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんで。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか、貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体。申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。主命によりオレンカへ参りました。ゼビオンオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか。オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、他の国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカをいかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑になれないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。Thank you.
この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。かは知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。あんたも運がないね。
ねえよ。運命の手足は関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。なんと頼もしい。期待しておりますぞ。よっしゃ、おっさん、これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだろ。近くにまだ敵の気配があるからね。あ、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。こんなところに隠れてやがるとはな。でも隠れてるってことは自分たちが攻撃されるとは思ってないから。逆にチャンスだよ。君を引いて驚かしてやるといいさ。一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネカ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール、そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな。そうしろよ、おっさん。うむ、おじさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。
一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。ほほほほほほ、なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。この私の道を阻むとは、魔物どもめ、いい度胸だな。
きげんよう。まあ。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。